初めての北海道馬取材旅岡田スタッド編。かわいい。多くの名馬を育てた岡田牧雄代表への貴重なロングインタビューではまさかの爆弾発言が。そこら中だ。使えますかね。ねえ。さらに私を超恥ずかしい事件が襲ったり。そしてあるものをかけて販路を爆走しちゃいます。早っ。森かすみ人生初の雄姿をお見逃しなく。次回もご覧ください。